こんにちは。寿司ってみんな少しこうハードル高いですよね。中のこう風景が見えないお寿司屋さんとかも多いし、メニューがないお寿司屋さんが多い。そんな中でも寿司屋を100倍楽しむ、そんな方法を僕が伝授するから最後まで聞いてください。じゃあ行きます。大将、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはちょっと一杯何かいただこうかな。はい、日本酒がいいかな。日本酒で。はい、中田さん、うん、カウンターに座られたんですけど、うん、テーブル席とかじゃなくていいんですか。まずお寿司屋さんは世界で唯一料理をする人との会話を楽しめる場所なんです。こういう料理の仕方ってあるのは多分お寿司屋さんだけ。もう一つ大きな理由は、やっぱりお寿司って出されたらすぐ食べる、そこが一番美味しいタイミングだから、寿司屋は絶対にカウンター。じゃあ大将、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。計算されましたけど、うん、まあ、せっかくこうやってさ綺麗なカウンターあるんだから、時計で傷つけたら申し訳ないよね。こちらですね、兵庫県の播州一献、超辛口。超辛口、はい、かっこいいお酒だねこれね。今日お召し上がりの方はいかがなさいますか。はい、今日僕あんま好き嫌いもないから、はい、ぜひ大将のおすすめで。おすすめのもので、はい、かしこまりました。握らせていただきます。ただこれ嫌いものがある時はちゃんと言っとかないと、マナーで残すのが一番失礼だから。だからもし食べれないものがあったらカウンターで遠慮なく。はい、すいません、お待たせしました。はい、いただきます。片手でございます。片手、美味しそうだね。うん、まずは何もつけずに。今ね、お寿司屋さんにはいくつか種類があって、自分でお醤油をつけるお寿司屋さんと、最初からつけてくれるお寿司屋さんがあって、割に最近多いのが最初からお醤油つけてくれるんですよ。今何もつけて食べたんじゃなくてついてる。ちょっとお醤油のつけ方っていうのも説明しておきたいけど、シャリにつけちゃダメなんだよね。シャリがボロボロ落ちちゃうし、ちょっとネタとシャリのネタ側ぐらいにちょっとつけて、であんまりたくさんつけるもダメ。せっかくのお寿司がお醤油に負けちゃうから、割にネタをちょっと下にしながら舌の上に乗せていって、よく噛んでこれを味わって食べる。最初、小食の人とかはシャリを少なめとかからできて、はい、はい、もちろんご飯少なめにしてくださいとか、あとはご飯を逆に大きくしてくださいっていうのも、はい、うん、対応できますので。あとは結構職人さんによってはね、そのお客様のもう口の大きさとか見て、こっちで自然にこうシャリの大きさ調整されるっていう方も結構いらっしゃいますし、うん、はい、もうヒラメ昆布締めでもね、ヒラメの昆布締めいただきます。うん、大将、その看板めちゃめちゃなんかかっこいいけど、由来はどんな由来があるんですか。もともとそのうちの店の名前をつけていただいたのが、その騎士団のボーカルの、はい、綾小路ゼロニアス翔さん。なるほどね。はい、でそのロゴもその騎士団のあれですね、うん、ロゴを作っていただいた方に、同じ方にデザインしていただいて。そんなこと普通の人できないよね。はい、ちょっとご縁があって、はい。大将はあのお寿司は手で食べる派、それとも箸で食べる。あ、僕手ですね。はい、うん。僕も圧倒的に手なんだよ。僕は手で食べるのがマナーだと思い込んでるだけで、でもそれは人に強制しない。マナーってわけじゃないよね、大将。そうですね。もともとやっぱお寿司大きかったんで、うん、そう、手で食べるものだったっていう、その名残ですね。うん、はい。わさびを醤油で溶く人いるんですけど、あれはどうなんですか。わさびを醤油で溶くのは絶対にやめた方がいい、ね、だってわさびのあのツンとしたあの最も気持ちいい一番の瞬間、あれを失っちゃうんだもん。もしわさびを追加したいんだったら、大将に言えばちゃんと追加してるからですよね、大将。はい、あとはネタの種類によってもわさびの量を変えたりとかはしてますね。貝とかだとちょっと入れすぎてしまうと、ちょっとツンときつすぎたりとかで、逆になんかね、まあ、こういった中トロね、はい、中トロとかこういう脂乗ったものとかだったら、逆にわさびをちょっと多めに入れてあげた方がちょっとこうさっぱりして食べやすくなったりとかもあるので。あとガリもね、結構お寿司屋さんの特徴が出るね、まあ、お寿司屋さんによっていろんなガリの種類あるし、ガリって消毒の意味があったっていうけど。そうですね、はい、うん、ガリだったり、あとはもうササとか、まあ、わさびもそうですね、殺菌効果があるっていうのが。最近はでもお寿司屋さんのカウンターって怖くなくなったよね。お寿司屋さんってね、ぼったくりとかないですよ。でもすごい高いものもあるから、今ウニ高いよね。大将、ウニ値上がってますね、本当に、うんうん、ちなみにここでウニ1貫食べるといくらぐらいですか。今お好みでお出ししてるのが880円で、はい、安いね。今
います。そういうの恥ずかしからずにこう聞いた方がいい。まあ自分の予算とかもあるかもしれないです。これやっぱ季節によって時間ってだいぶ変わってきます。変わってきます。はい。やっぱでも変動やっぱり大きいのはやっぱウニとかは、あと貝類とかも結構値段が結構変わりやすいですね。はい。ボタンの向き目上にエビの味噌を持ってあります。素晴らしい。エビ味噌美味しい。あと最近ちょっと気になってるのは香水とかが、はい、香水のきつい人いるよね。そうですね。ちょっとそこがちょっと、はい、あれはさ、そのお店にとって迷惑かもしれないけど僕らにとってもすごく迷惑ですね。そう、他のお客さんにとってますね。はい、タバコを吸われるのも迷惑だけど、はい、香水もすごい迷惑で今お寿司屋さんでもタバコ吸えるとこないからいいけどね。はい、うん、はい、ぶり漬けでございます。上に山椒ってあります。いただきます。うん、うまい。これ花子でございます。握りはこれが最後。はい、暗黙のルールというか穴子が出たら握りは最後です。他に何か食べたかったら穴子が出たタイミングで追加でウニをお願いしますとか何か言うといいかもしれない。今日は穴子いきます。こちらで一旦お任せの方が一通りでございます。はい、お勘定お願いします。はい、ありがとうございます。よくご愛想っていう人いると思うんですけど、うん、これは違うんですか。絶対違うってことないけど、それは逆にお店側の表現だよね。でもまあそれ世間一般的には結構使われてるから、僕はまあどっちでもいいと思うけどね。お寿司のマナーはそんなに難しく考えなくてもいいよ。で、分かんないことは本当に大将に聞けばいいし、最初ちょっと壁があるかもしれないけど、そこを突破すればそれからどん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 お寿司屋さんが楽しくなって自分の人生も変わってくるから、ぜひカウンターに使って食べてみてください。